お久しぶりです。キョピンヌです。ということで、3ヶ月ぶりです。ということで、ライブレポートの動画を出した後は、毎回 YouTube からいなくなります。ということで、ワンオクから新しい情報が来ましたので、僕も黙っちゃいられないと思って復活しました。ということで、まずはこちら。ワンオクと朝日スーパードライのコラボ缶、SNS を見るとですね、こちらのワンオクロックのコラボ缶、どこにも売ってないと、まあそういうツイートが流れてきます。普通に売ってました。こちら今はパッケージがワンオクロックになっただけじゃなくて、このキャンペーン中はですね、このコラボ缶を購入したレシートを撮影して、キャンペーンサイトに応募します。レシート内のその対象商品1本につきシール1枚もらえるわけなんですけれども、A 賞、B 賞っていうのがありまして、A 賞がまずワンオクロックの中で盛り上がっている対バンライブですね。そちらにご招待と。B 賞が LINE ポイント1000ポイント、抽選で1000名様に当たるキャンペーンがやってます。この A 賞に応募するのに必要なシール、まあ要は、その対象商品こちらを6本ですね購入すると初めて A 賞に応募することができます。 A 賞はおそらく人気、片や B 賞の方はシール1枚で応募することができます。今そういったキャンペーンをやっております。本題に入りたいと思います。さっきちょろって言ったんですけれども、ワンオクロックの対バンライブ開催します。こちらの動画投稿するのすごい遅れていまして、皆さん知ってる情報だと思いますけれども、Organized。絶対間違いらない。ワンオクロックの対バンライブ、スーパードライ、スペシャルライブ、オーガナイズ。ワンオクロックの対バンライブ、スーパードライ、スペシャルライブ、オーガナイズ by ワンオクロック。こちらが開催します。まずは5月18日、対ワニマ。ベルーナドーム。5月19日、対エイウィッチ。ベルーナドーム。5月25日、対バウンディ。京セラドームで行われます。3Days 行われます。そこでチケットの先行受付がすでに開催されております。今もうすでに行われているのが、各アーティストの公式サイトで行われている抽選。それがワンオクでいうプライマルフットマーク抽選。あとはオフィシャル抽選。この2つが今開催されているところです。残りの抽選、ピアプレイガイド最速選考と一般販売というのがあるんですが、こちらは追ってまた説明していきたいと思います。プライマルフットマーク最速選考の期限は3月3日までとなります。で、結果発表は3月12日の18時頃です。で、今回はですね、チケット発行媒体はチケットピアで、電子チケットにしないといけないので、その電子チケットはモアラポケットで電子化することができます。なので、前回のラグジュアリーディジーズジャパンツアーの時と似ています。その時期に投稿した電子チケット取得方法動画を見てもらえれば、スムーズにチケットを手に入れることができるかと思います。そしてチケットの値段なんですが、全席一律1万3000です。エントリーは1人1回、第2希望まで可能。その1席種につき4枚までエントリー可能です。で、支払い期限なんですが3月17日までとなります。クレジットカードで支払う方はいいんですが、セブンイレブン決済とかeeコンテクスト決済で指定された方は、もう当選されたって分かったらもうすぐ振り込みに行った方がいいと思います。忘れちゃうからね。そして次にオフィシャル抽選選考の話になるんですが、プライマルフットマークとほぼほぼ変わりません。ワンオクロックのオフィシャルサイトに飛んで、ニュースっていう欄のこのオフィシャル選考抽選受付開始のお知らせっていうところを押します。そうするとですね、チケットピアのサイトに飛ぶことができます。で、ここでエントリーしていただく形ですね。3月1日18時から3月17日までやっていますので、この期間内に応募してください。結果としては3月23日18時頃に当選してるのか落選してるのかが分かります。京セラドームだけはですね、バルコニー指定席っていうのが追加されます。バルコニー指定席は6階、7階、8階と、まあ、高所の場所になります。それに伴ってステージの、まあ、一部演出であったり、メンバーが見えにくい場合がございます。この会場に行けるだけでも幸せって思う方は、ぜひバルコニー指定席を選んでみてください。当選確率上がります。そんなところですかね。ということで、もっとギュッとまとめて皆さんに分かりやすくお伝えしたかったんですけれども、プライマルフットマーク先行抽選の期限がもうないので、説明がねこんな感じになっちゃったんですけれども、本当にすいません。これね、毎度お伝えしてるんですけれども、今回2024年のプライマルフットマークがもう少しで販売されますので、今年おそらくまあお祭りライブまだまだ開催してくると思いますので、プライマルフットマーク2024まだ予約してないよって方はぜひ予約してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。概要欄に X、インスタ、TikTok の URL 貼ってありますので、そこから飛んでいただいてフォローの方よろしくお願いします。ビビ